上から、&、or、増幅期、反転。ただしこの図において、と or については矢印に付した数字よりも、長手方向が不自然に長くなっているので、注意ミル論理記号とは、ミル規格のミル STD-806 が、規定していた論理回路やデジタル回路の回路図に使用する図記号であり、例えば汎用ロジック IC のデータシートの、 機能説明などをはじめとした図で使われている。And, OR, 増幅器反転、排他的論理和が代表的な記号である。当初の And, OR, NOT に加え、エクスクルーシブ OR も含めて、論理回路の表記になくてはならないものとなっている。IEC117 から15972では、基本論理にも、 四角い箱と中期を使う記法が示されたため、それに対しての形で、また、日本では他の見る規格に馴染みが薄かったことなどもあり、この論理記号を指して、見る記号とよく言われ、あるいは見る STD-806 を指して、見る規格のように言われた。現在でも言われている。英語圏でも、見るとはしないが、ミリタリーシンボルと呼ぶことがある。 ミル STD-806 自体は、1965年のミル STD-806C で、アメリカンスタンダード Y32.14 から1962を参照するという規定のみになり、その後廃止されている。この形状は、現在のアンシー、IEEE-STD91 でも、ディスティンクティブシェープとして示されている。 IEC617 の後継の IEC6617 も規格本体はこれを含まず、JIS が IEC6617 に追随する形で変更されたなどのことも起きているが、この記号は依然として使用され続けている。左がミル記号である。ありがとうございます。